物を手放す時に役に立った考え方。最近大きな地震が多発しています。先日の東北地方の大きな地震で物がほとんど下に落ちて散らかってしまっているお部屋の動画を何本か見ました。場所によっては東日本大震災以上の揺れ体感だったという地域もあったそうですね。気になったのはいくつかの動画の中で前々から片付けようと思ってたんだけどそのうちと思っていたら今回の揺れで大変なことになってしまったという言葉がちらちら聞こえてきたことです。日々お忙しかったりなどご事情はもちろん終わりだったかもしれませんが災害が起こってから大量のものを片付けるとなるとその後の労力をかなり使うことになってしまいます。発災後は交通や設備にも影響を受けて通常よりもゴミがたくさん出ているのに収集になかなか来てくれない状態になるだろうと思います。また災害以外でも食料品や紙製品、ガソリンも値上げが続きストレス発散にお金を使っているとそろそろ本当に必要なものにお金をかけられないようになるという切迫したことも考えなければいけない時期に入っていると思います。今回は自分の振り返りも兼ねて私が物を手放した時そして一度減らしたものを再び増やさないために役に立った考え方をご紹介します。しまい込んでいても大切にしていることにならない。物は使わないと大事にしていることになりません。たくさんの物を持っていても使っているのは1割以下ということは決して珍しくありません。なぜかというと持ち物が今必要なものではないからです。物はしまい込んでいても大切にしているということにはつながりません。修理しながらでも愛着を持って大事に使い続けて初めて大切に扱っていることになるのです。不要なものに囲まれていると日々必要なものを探し出すのは時間もかかりますし頭の中が常に混乱状態であり小さいパニックをずっと起こしていることになってしまいます。続けていれば脳やメンタルにダメージを負いそれが蓄積していきます。見て初めて思い出す。思い出せないほど奥底に突っ込まれているものたちは自分に必要ではなかったということなので苦しいですがそれを認めなければなりません。まずは自分の持っているものをざっと見渡して把握すること。持っている量で安心できることが確認できたら不安を手放せます。不安は自分がいつもどのぐらい使うのか適正量を把握していないために起こります。ですので自分の適正量を1ヶ月ほど観察し把握できたら次はいらないものを手放す作業に移ります。手放しにくいものはどう手放すか。さて適正量が把握できても手放しがたいものはどのように考えたらいいのでしょうか。私は次にお伝えする考え方で随分物を手放すことができました。これから新生活に向けて片付けようと思ってらっしゃる方ぜひご参考になさってください。洋服、安いからセールだからとその時のテンションだけで買った洋服たちは買った時点で価値は9割引きになってしまっています。タグ付き新品のままでもしまい込んでいる間に時は経ち流行は変わり生地は劣化しますので価値がどんどん低下し限りなく価値ゼロへと近づいていくのです。最近はリサイクルショップも手一杯でキロ単位でしか買ってくれなかったり買取拒否という場合も多いです。寄付をすればいいという声も出てきそうですがこのご時世物流も滞りがちですし送料から考えてもコストばかりかかります。もし今たくさん持っていて処分を考えている方がいらっしゃったら一度は損をしてでもがっつり手放しその痛みを覚えておいて洋服たちの行方を考えてみてください。行方まで考えられたら次に買うときは本当に着るものだけを手に入れられるようになると思います。化粧品、化粧品の賞味期限は大方1年と言われています。どんなに高くても一度開封し時間が経てば油も酸化して品質劣化が進んでいます。キャッチコピーやパッケージの可愛さでつい買ってしまったりブランドの新商品という理由で買ってもったいないからと使わなくても化粧品はほぼ生ものですから着々と古くなっていきます。こうなるといくら未使用に近い状態としてもフリマサイトなどでは売りにくくなります。使うものだけを買い期限が来たら潔く手放せるようになっておいた方がいいですね。雑貨、旅行先やショッピングに行った時に一目惚れして買いがちなものが各種雑貨です。
お手頃価格で可愛いものが所狭しと並んでいる様子は、買う前から十分にテンションを上げてくれます。でも置物飾り物の類はスペースも取りますし、たくさん飾れば飾るほど埃をかぶり手入れが大変です。また便利雑貨、便利グッズと呼ばれるものは、100均などで安く手に入れられるものも多いですが、これを使ったら便利なはずなのに、使っていない、数回使って飽きたということは多くありませんか。これは使わなくても用事が済んでいるということなのです。あると便利は、なくても大丈夫と置き換えることができます。使っていないことを潔く認めて手放しましょう。次からは、あったら変わり便利そうという期待を込めて買うのではなく、本当に不便になってから探しに行くと決めておくと、その時に買ったものを大切に使うことができます。思い出の品、思い出は、その当時は辛いことがあったとしても、時が経てば経つほど良かったことだけが記憶に留まり美化されてしまうものです。実際はそんなに美しいものではなかった、そう考えられるようになれれば、思い出の品は案外全方位で美しい、ピカピカキラキラしたものではないとわかります。それでも手放せない場合は、厳選して残すことをお勧めします。厳選して残すものは、小さな段ボール一つに入る分などと決め、あとは写真に撮ってから手放せば、喪失感は少なく作業できるでしょう。具体的には、思い出の品は譲ることは難しいので一般ゴミとして出します。卒業アルバムなど個人情報の塊のようなものは、薬品で溶解処理をしてくれる業者がたくさんありますので、ネットで調べてみてください。量にもよりますが、だいたい段ボール1箱で6000円から1万円くらいです。私は小中高の卒業アルバムと文集など、みかん箱にぎゅうぎゅうに詰めて処分してもらいました。1ヶ月ほどして溶解証明書が送られてきましたが、それを受け取るまでは卒アルの存在すら忘れていました。目に見え思い出さなければないのと同じなのだということを、この作業で実感できました。再び増やさないためには、増えた時の考え方を手放す必要があります。なぜ増えたかという理由を突き詰めて考えてみてください。物が増えた時期にどういう環境にあったか、これらを考えていくと、人間関係がうまくいっていなかったり、ストレスの多い環境にいたために物が増えた傾向が見えてくると思います。私の場合は、自分に自信がなく、鎧として買い込んだものたちでいっぱいになり、また自分の使うもの、量、期間を把握できておらず、それで余計に不安がつきまとい、漠然とした不安を拭うために漠然と買いだめをするという2つが主な原因だったと思います。生きている以上、世界中どこにいても災害が起こる可能性があります。今回の地震は人ごとではありません。物を手放し片付ける方法を知っていれば、もし大きな災害が来て一時的に部屋が散らかってしまっても、片付けるときに労力を大きく割かなくて済みます。お部屋が片付けば気持ちもすっきりしますし、沈んでいたメンタルも一気に引き上がります。春はもう来ています。気分を一新するためにも、できるところから手をつけてみてください。最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひ高評価とチャンネル登録をよろしくお願いいたします。